はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日もですね、もう僕の後ろにすでに見えております、マサボーさんにですね訪れております。で、今日なんですけれども、前回チャレンジメニューね、とんでもないガチのやばいねお寿司チャレンジやったじゃないですか。だからね、次はぜひですねご褒美会で来てくださいということだったので、本日はですねご褒美ということで、大食いのねこのデカ盛り店では完全に禁忌となっておりますおまかせで、本日はですね注文してあります。だからね、正直僕自身も何がどれぐらいの量でね出てくるか今日全く把握してないんですけれども、まあご褒美ということで、うん、大丈夫かなと、まあ、信じつつ、本日はですねこちらのマサボーさんで美味しい料理食べていこうと思います。本日はですねご褒美ということで、はい、ということでですね、マサボーさん今入ってきたんですけれども、とんでもないことになりました。一個一個の食材はもう全部ご褒美なぐらいもう最高級のものなんだけれども、量がね8を多分超えてる気がするんだよね。持ち帰りもね対応できることなんで、できないようなものを、まあ、優先的にね食べていこうかと思いますが、それにしてもとんでもない。で、しかも今日はですね、僕何も知らされてなかったんですけど、あの大食いのガジュさんがですねサプライズでいてくれたんですよ。サプライズでいてくれて、僕を驚かされたんですけれども、ガジュさんも大将に驚かされました。はい、ということでガジュさんは今日これ、はい、今日天丼なんですね。天丼ですよね。うどん、パッと見ですけど、はい、両方合わせて9近くありません？無理でしょ。お互い多分今日は持ち帰り前提でやっていきましょう。お互い食べていきますか。そうですね。はい。食べましょう。食べましょう。いただきます。いやー、すげえなこれ。ちょっとどうしようかな。とりあえず刺身かな。いや、うまいんだよ。うまっ。やっぱネタがうまいから刺身定食がうめ。ちょっとこれね、前回ねお寿司でもいただいたのどぐろ、お腹いっぱいでねこの脂がきつかったんだけど、今空腹だから一番美味しいタイミングで。うまっ。うまっ。うまい。多い。多いな。これカキか。カキでっか。やばいよねこれ。人生で見てなかった一番でかいカキフライこれ。これと一回そのまんま行くか。うん、まっ。ちょっと汁物でうどんもいただいてます。ちょっと待って、これうどん、あの下ほぼうどん。すげえ量入ってますよ。やば。今日何キロあんの本当に。それ、うん、ガジュさんもそれだね。やば。汁物じゃないけど、汁物って言われて作ったうどんが7割方具材で、ごめんなさい、ちょっと本来はというかいつもだったらね食べるんですけど、今日ちょっとつままでは絶対無理だと思うんで残させていただきますね。絶対無理。普通こういう時って隣の芝は青いっていう感じでなんか食べたくなるんですけど、さ
すがにこれ無理だな。遠慮しないでください。じゃあガジさんの美味しそうだったから僕もちょっとエビをね、こう天ぷら。うん、うまっ。これうめえな。これね、鉄火丼、マグロ丼で、うまそう。もうでも今日で決めました。このお店は次から来るとき料理も量も全部指定するって形式は違いますけど、それこそ文福のとしちゃんぐらいね、お任せって言っちゃいけないお店かもしれないこれなんだ、お魚のフライ何かは分からないそしたらこれはせっかくソースにタルタルあるんで、うわこれこう、これこうっすよ、うまそう。うん、うまっ。やべえ、腹いっぱいになってきた。みんながあのコメントで言ってくださる、見てるだけでお腹いっぱいになりますっていうのが今日なんか気持ち分かった気がするもんこの光景だけですげえ腹いっぱいになってきちゃった。ガジさん、はい、あのカメラ回して20分経ってるんですけど、こっちから見ると天丼の映像は何も変わってないですねでそっちも思いのほか減ってないうん、マサボウさんは本当に全料理美味しいから、こうやって何品もさ出来たて食べられるのは嬉しいんだけど、チャレンジメニューより全然今日多分多いんだわ。先日放送しましたあのテレビの大食い王という、あの大食いのね大会にガジュさんと、横でね前回戦ったんですけど、同じ顔してるねうん、うん、ここで一応ひとまずですね、あのお持ち帰りのね厳しいうどんは完食しました。まあ汁物として飲みつつかな。だからもう30分経ってますからね、食べ始めて。大食いの人なら分かると思うけど、そろそろここ満腹がすげえ来るゾーンですよね。こっからね失速するのよ、するのよちょっとじゃあ贅沢にいくら丼しちゃおうかな。よいしょ、ネギトロもいただいてるから、うわ今ちょっとここに丼作らせていただきました。まあ、ちょっとこのでもこの贅沢なイクラ丼見たら一気にテンション上がってきたわ。うわそうなんだよね、マサボーさんちのイクラめちゃくちゃうまくないですか。めちゃくちゃうまいですよね。なんでもうまいけど、うん、イクラうまいっすよね。うまい、本当にあの
噛んでも逃げていくぐらい弾力が強いっていうか、プチッと弾ける感じ。これがうまいんだよね。ネギトロもうまっ。まあ、あの今回ねチャレンジメニューでもないですし、チャレンジモードでもないので、正直な話をすると今ねお腹は8割超えたあたり、すげえ満腹だわ。ちょっとじゃあエビフライはさ、持って帰る容器はさすがにないと思うので、先にちょっとこの 800g ほどあるエビフライをね、まあ、この頭はさすがにちょっとかじって食べれないので、この身だけね。でかい、なんじゃこれ、でっか。本当にね、この特大エビフライも味はね超一級品なんだけど、最後に残したのはちょっとあざとなるかもしれないこれ。ちょっとタルタルとソース合わせて、爆発させましょう、うまさを。うまいけど太すぎてでかすぎて口がパンパンで噛めない。ちょっとねかじったところなんで断面は見せれないですけど、本当にね中ぎっしり身が入ってるの。衣で大きくしてるタイプじゃない、衣はむしろ薄いぐらい、このサイズほぼ身です。ちょっと待って、一回立つ。これはね、でも正直なんですけど、今視覚的に平面で見るとあもうほぼねえやと思ったんですよ。立ち上がって上から見ると結構残ってるんですよね。イカの姿焼きとかね、もういかついのは結構残ってますんで、カウンターの、ね、向こうから大将の声でですね、フードファイターはあれぐらいやんないと満足して帰れないからって言ってる話が今聞こえまして、ちょっとねやったろうと思いまして、こっからですねガチモード入りたいと思います。ふぅ、ちょっと完食に向けて頑張ろう。よし。でもね、本当にちょっとたまたま前回というかちょっと前にね、僕も家でね動画ではしてないんだけど、引き続きねラーメンのスープ炊いてお客様呼んでね、みんなに食べてもらったりとかしてて、ガジュさんにもねもちろん何回か来てもらってるんだけれども、ゾウくんとハラペコツインズが来てくれて、まあ、お酒をね飲みながらラーメンも食べて、締めにさ普通に並盛りのラーメンも作ったんだけれども、残った麺でこんなボールでねラーメンを作ったんですけど、ペロッと完食されまして、そんな経験を踏まえてやっぱねこういうお店さんが大食い来た時にやっぱちょっと物足んないなと思って帰られちゃったら申し訳ないっていう気持ちは分かりました。持っちゃう気持ちが。ただ苦しい。まあでもね、そんなね気持ちに応えるのがフードファイターだと思うんで、もう無理。これ揚げ物は完食しました。キャベツとかツマはさすがにちょっとそういうものはね無理なので、ブロッコリー、卵焼き、イカの丸焼きか。うわうまいけどここに来てのイカ焼きやばい。もうこれがね完全にラストの食材です。
と。ということで、ちょっとですね、やっぱり妻とかそういうものを残してしまっているので、完食と言っていいのか、ちょっと際どいところではあるんですけれども、一応ですね、本日いただいた、まあメインの食材といいますか、そういったね、料理は完食させていただきました。あのね、今日に関しては、前回ですね、お寿司のガチチャレンジの後だったので、マサボーの大将もね、味わう、楽しめる回にしたいって話だったんですけど、まあそのね、愛情というか、思いが漏れ出しすぎまして、とんでもない量になってしまいましたが、ただね、本当にどの料理もね、最高に美味しい一品でございました。もちろんですね、これ、ガジュさんの天丼の動画に関しましてもですね、この結果は、ガジュさんの方のチャンネルで見ていただければと思います。まあ一応ね、今、この携帯のね、撮影時間で見ると、58分50秒ということで、まあそのオープニングだったりとかエンディングお話ししてるのも含めてこの時間なんで、実質食べてる時間はだいたい50分ぐらいかな。で、なんとか完食させていただきました。次回もまたちょっとマサボーさんに来るの楽しみなんですけど、ちょっと怖いんで、しっかりとですね、料理は、相談してから来たいと思います。はい。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動しておりますので、そのサブチャンネルはね、概要欄の方から合わせてチェックしてみてください。それでは、次の動画でお会いしましょう。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。前回の冷や汁チャレンジに続き、結構ですね、ガチめの量となってしまいました。ここのね、撮影終わりにも大将来てくださってね、まさか食べきるとはと、もともとですね、お腹いっぱいになって帰ってもらう予定だったので、余らすぐらいね、お持ち帰りしてもらうぐらい作ったんだけど、まさか食べきるとは思ってなかったとお話しされまして、僕自身もですね、まさか食べきれると思いませんでした。正直、絶対に持ち帰るだろうなと思ったけれども、まあ、この、やったる感と、あとその、愛情のね、嬉しさとで、結局ですね、完食してしまいました。ただ、食後は本当に動けない、そのレベルでパンパンでございます。で、本日はですね、米編コーナーよりも、米編コーナーの雑談コーナーと言いますか、最近ですね、いろんなお店さんから、まあ僕の動画を見て、まあ僕のだけではないですけれども、もちろん僕らのね、大食いの人の動画を見てお店に来ましたなんていうお客様がですね、すごい増えたというお声ね、いただくことが多くなってまいりました。本当皆さんね、ありがとうございます。僕自身ですね、こう食べたいと思ってもらって行ってもらうってことがね、一番なので、こういったお店さんからのご報告聞けることが大変嬉しく思います。まあ、昔に比べてもですね、いろいろと編集変わっておりますが、なんていうのかな、そのおかげでではないな、その編集凝ってる分ですね、より楽しんでいただける人が増えたのかなと思っております。今後もですね、編集頑張って、より美味しそうに見えるように、動画の方をですね、公開していきたいと思いますので、ぜひですね、今後も動画楽しみにしていただければと思います。ということで、本日はこの辺りで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。